もう1800選みたいな、まあ、これは言ったら常軌を逸してるわけですよ、まあ、ストーリーとか必然性みたいなすごい大事なところですね、はい、ただそれをいかに一貫性を持たせてやっていくのかっていうところがすごい大事なところなので、はい、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。最初に簡単に自己紹介もらっていいですか。あ、自己紹介、はい、はい、米田ブロガー千里荘と申します。1年前に会社を辞めて、はい、ブログで稼ぎたいなっていう思いで、うん、今ブロガーと、あとは最近はウェブライティングとか、はい、そういったこともやっております。なるほど、はい、ありがとうございます。1年前に専業になってるわけですよね。はい、ブログって専業になってるんですか。そうですね、その時はもう完全にブログだけの状態で、本当にやめて、その時もそこまで稼いでたわけじゃないんですけども、はい、時間があるからそこでフルコミットすればいけるだろうっていうふうな思いで、はい、やめてっていう形になります。え、はい、それちなみに、はい、聞けるんですか。そのいくらでやめてるんですか、ブログの収益で。収益、その時は4000ぐらいです。おお、なかなかですね。まあ、そのリベの学長とかっていうのであれば、はい、あんまりそれがおすすめはしないんですけども、はいはい、僕そもそもが貯金が趣味だったので、お金だけは取るのもあったので、あ、素晴らしいですね。生活防衛資金っていう意味ではあったので、はい、それでやめても大丈夫だと、やめてもいいかなと思って。なるほど、やめちゃいました。だから今はフリーランスでやってるってことですね。そうですね、フリーランスっていう形で、はい、させていただいてます。だから普通に YouTube とかも出れるってことですよね。そうですね、はい、なるほど、すごい、なかなかのコミット具合というか、仕事を辞められるってね、なかなかいないから、はい、各言う僕も無収入で独立をした身なんですけど、あの時無収入だったんですか。はい、収入ありませんでした。なんかブログとかそんなにやってる時間もなかったので、はい、サラリーマンやってる時は、はい、だから全部もう独立してからですね、独立からアフィリエイトの方を、そうです、そうです、やり始めたりしたのはなかなか大ピンチでしたけど稼げるかもわからなかったんで、まあなんとかなってるんでいいんですけどね、はい、今やってるブログ、はい、コメダブロガーですか。はい、コメダコーヒー店のブログを書いております。ちなみに何を書いてるんですか。それは基本的にはもう新商品が出たタイミングで、新商、はい、まずその新商品が出るっていう予告が出たタイミングで、まずこういうの出ますよっていうのを全部書いて、はい、うんうん、でその時分かってる情報を全部まとめる、はい、で実際に出た時にその日の朝一で食べに行って、はい、でできるだけその日のうちにあげるっていうことをしてます。もうだからとにかくコメダコーヒーの最新情報を上げてるってことですね、はい、そうですね、最近はもう本当に最新情報を上げたりしております。会社を辞める時はすでにそのブログだったんですか。はい、あ、そうですね、会社を辞める時はもうすでにそのコメダコーヒーのブログでした。それより前にブログやってるんですか。そうです、それもともとあった雑記ブログをそのままコメダコーヒーのブログに乗り換えたみたいな感じなんです。あ、そういうことですね。はい、一応僕がその出身が埼玉なんですけども、はい、名古屋、東海に引っ越した人が見る東海のブログみたいな、はい、ちょっとすごいざっくりしたものを書いてて、でその中であのブログをおしゃれなスタバとかで書きたかったんですけど、はい、うん、あの僕の住んでる近くにスタバがなくてですね、代わりにコメダがあったので、コメダに行ってたらコメダにハマってコメダの記事を上げたら、その一つの記事がちょっとバズったので、あ、なるほど、それでもう、あ、コメダにしちゃおうかなっていう、へ、軽い気持ちでコメダになりました。ちなみにそのバズった記事はテーマは言えるんですか、コメダで。はい、コメダの、 あのちょうど値上げがそのタイミングであって、はいはい、値上げになった商品をもう一覧でバーって並べたっていう記事になります。それって、いわゆる SNS って結構見られたっていう感じですか。 SEO 上がってSEO からの流入があったって感じですか。その時は SNS は基本的にはやってなかったので、なるほど、本当に SEO だけで、あ、じゃあトレンドでなんか米田コーヒー値上げみたいなので調べて人がいっぱい来たっていうイメージですか。はい、なるほど、そういうことですね。ちなみに米田コーヒーブログでいけるだろうと思って独立をして、はい、結果はどうですか。いけてないです。今のところはいけてない。今はいけてない。どんな感じなんですか、状況的には。状況的には、はい、まあ、先ほど独立した時に4000円ぐらいっていう話だったんですけど、うんうん、確か3月4月ぐらいにアップデートがあったと思うんです、はい、それでめちゃくちゃ PV が下がりまして、はい、ああ落ちたんですね。3分1日ぐらいになったんです。なるほど。でかつその大体同じぐらいの時期に、まあ、僕のメインの収益が大体 Google AdSense になるんですけども、はいはい、それの方も確か改定が入って、クリックじゃなくてあの PV、はい、あ、そうですね、レビューでなったんで、はい、それもまためちゃくちゃ下がりましたので、もう 今はむしろ収益下がってるみたいな。なるほど、はい、それは大ピンチですね。大ピンチです。はい、本当に大ピンチですか。はい、なのでちょっと今回中井さんにその件この対談の話をもう、いや、もうそれはケチョンケチョンに登録をしていただこうと思いまして、来ました。なんとかしましょう。はい、お願いいたします。じゃあどっから行きますか。何かありますか。はい、まずじゃあ、そのコメダブログっていう形で、はい、まあ、基本的には Google AdSense なんですけども、はい、やっぱり収益を上げるって言ったらクリエイトとかをメインにした方が絶対いいと思いまして、はい、この、まあ、今の
コミタブログであのアフィリエイト等をするんであればどういったものの題材にした方がいいのかっていうものをお伺いしたいです。あ、アドセンスよりもアフィリエイトの方が収益性が高いからっていう話ですか。はい、はい、なるほど。え、それちなみに今までアフィリエイトしたものってあるんですか。アフィリエイトはもう本当に楽天市場とかのコメダコーヒーのなんかミニチュアとかがあるんですよ、はい、それが出た時にそれを書いてそこに貼ったりとか、あとは各記事の下にそれをちょろっと載せて貼るみたいな形なので、ほぼほぼ発生してないです。ちなみにそのコメダコーヒーブログを見る方、はい、どういう方が一番多いですか。見る方は女性の方が多いですね。はい、主婦の方のイメージですかね。大体主婦ぐらいの方が多いイメージです。はい、なるほど。コメダコーヒーのブログでアフィリエイトかこれっていうのってあんまりないと思うんですよね。はい、それなんでかっていうと、まあ、コメダコーヒーだからっていうことになるんですけど、はいそうですね、はい、そもそもそこで何かすぐに売れるものが直接つながるものがあるかって言われたらない、まあ、これは良くも悪くもなんですけど、はい、だからその競合がそんなに多くないから SEO 他のものよりは勝ちやすいっていうところもある、はい、ただ逆に言うとそこで、まあ、SEO を買って PV が増えたとしても収益につながりにくいっていうところで、はい、結構難しいところだなとは思うんですけど、はい、まあでも純粋に主婦とかそういう人が来てるならもうその人にハマるようなものを紹介するっていうのが一番手っ取り早いのかなとは思いますけどね。それが何なのかって言われたらあれですけど、はい、まあ、でも脱毛とか置いといてもあんまりハマるような気はしないので、どっちかっていうと子育てとかの方がハマるような気はしますけど、はい、でちなみにそれ系は考えたことありますか。僕そのやっぱり競合の方とかの記事を見る中で、はい、コメダコーヒーのプリペイドカードとかお得なものがあるんですけど、はい、そういうのに関連付けてじゃあさらにお得にするんだったらグレーカーこれがいいですよみたいなのを挙げてる方がいらっしゃって、まあ、そういうのなのかなってちょっと思ったんですけど、うん、そういうのじゃない方がいい。いや別にそれでもいいですよ。それでもいいです。もちろん、はいはい、ちなみにそれってコメダコーヒーでやってる方ですか。でもその方はもう本当にいろんなものをトレンドブログみたいな方なので、はい、そういうことです、ね、その中の一つとしてコメダがあったら、なんかどっちかっていうとカフェ系のブログって、はい、ちょっと前から割と流行りというかやってる人ってちょいちょいいると思うんですけど、はい、それこそねさっき言ってたスタバの方が多いのかなと思うんですよ。スタバとかブログみたいな、はい、なんかそういう方のやつを見たりする方が参考になるような気がしますけどね。コメダではなくてか、まあ、変わらないじゃないですか。スタバだからじゃあ何かコメダと違ってアフィリエイトできるものがあるかって多分ないと思うんですよ。ないんですよね、おそらく。だからその人も困ってるはずなんですよ、はい、どうやってマネタイズしようか。でもスタバでブログやっておそらく数十万みたいな稼いでる人いたと思うので、そういう方がどうしてるのかっていうのを見ると参考になること結構あるんじゃないかなとは思いますね。例えば、はい、こういうブログとか知ってますか。いや初めて見ました。これ多分それなりにうまくいってんじゃないかなと思うんですよね。めちゃおしゃれですね。じゃあ、あんまこれ他人のあれなんで見せれない、はい、ここだけのあれになっちゃいますけど、はい、まあ、こういう感じでスタバの、ね、商品紹介とかいろいろカスタムとかの、はい、もうすごい表でがっつり書いてますね。そうこんだけ作り込んでるんで、はい、結構それなりにうまくいってんじゃないかなと思いますけど、こういうのを参考にするといいかなとは思いますね。はい、まあ、アドセンスも当然やってはいるんですけど、はい、ね、アドセンスそんなに収益として大きくなるわけではないので、その辺をマネタイズの面では見てもらって、はい、ちょっと僕が、はい、それ系のブログをやってないので、あんまり具体的にこれっていうのは言えないんですけど。はいはい、僕のそのブログが、はい、要はその、とりあえず雑記で始めて、うん、でそこから、まあ、コメダのブログ、まあ、ちょっと特化さブログみたいな形になってまして、はい、初めにあのサイト設計みたいなのを全くしないで、はい、ブログを続けてるんですね。はい、なので、もう今の状態でも、それからでも、サイト設計をもう一度、初めからするべきかっていうのをお聞きしたいです。ああ、それで言うと、はい、最初からする必要はない。最初からする必要はない。はい。最初からする必要はないっていうのは、今の状態から、なんかゼロからとやっていくことはあんまりないかなとは思います。はい、っていうのは余計なというかね、ちょっと、いろんなコンテンツが入りすぎてて、はい、最初からやろうと思って難しいなと思うんですよね。最初から。はい。はい、だから、そこまで、する必要はないかなと思いますけど、ただこれから何のコンテンツを書いていくとかそういうのを考える上ではある程度やった方がいいかなとは思いますね。今までの分はまあさておき、とりあえず少なくともこれからの分に関してはやった方がいい、はい、これからにはやった方がいい、はい、はい。ちなみにそれで言うと、なんかサイト設計で困っていることありますか？なんか結構、今だと新商品をひたすら書いてるだけ、はい、みたいな感じになっちゃって、はい、他に何を書こうかなって思った時になんか全然思い浮かばなくなっちゃって、そういうところでサイト設計をちゃんとやっていけば、うん、そういうのも迷わずにいけるのかなと思いまして、
あ、でもそれはそうだと思います、はい、そういうのを考えるときにやっぱそういう大事なことって何かっていうと、これ結局誰のために発信をしていて、はい、でどうしたいのかっていうところがすごい大事なところなんですよね。まあなんていうか軸になることなんですけど、はい、軸になることがあります。でそれを結局どうしていくのか、はい、まあスタートとゴールみたいな話なんですけど、はい、で軸になるこういうものを伝えたい、こういう人にこういうものを伝えたいからっていうので、はい、結局その間をこうコンテンツで埋めていくようなイメージなんですけど、はい、ブログって。だからそういう意味でこの今のコメダコーヒーのブログって何が難しいかっていうと、はい、結局誰が何のためにこのブログを見に来るんだろうなんですよね。そうです。これはほんま難しいところで、例えばアフィリエイトだったら分かりやすいじゃないですか、はい、これ例えば月5万円を稼ぐとか、はい、これダイエットとかでも分かりやすいんですけど、はい、半年でマイナス5キロみたいな、はい、で目的があるからやっぱ見に来てくれるんですけど、はい、そのコメダコーヒーのやつだとなかなか目的が、ね、目的がなかったりするので、じゃあ一体どこに価値を見出してどこで人を引っ張ってくるんだろうっていうところは考えた方がいいのかなとは思いますね、はい。コストコ節子さんとか知ってますか？コストコ節子さん初めて来ました。コストコブログやってるんですよ、はい、コストコのおすすめ商品ランキング1800選みたいな感じなんですけど、はい、まあ、結構似たよう似通ってるのかなとは思うんですよ。こういう具体的な目標があるとかではないけど、はい、でもすっげーうまくいってるんですよね。コストコ単体で3位とか4位とかにいるんですよ。コストコ単体で3位、はい、タウンワールとかで、まあ、調べてもらったら出てくるかなと思うんですけど、あとこれ系ってめっちゃ横展開できて、まあ、この方がやってるわけじゃないけどニトリとかでも同じようなことをやってる人いて、多分コストコ節子さんって多分カルディとかでもやってる気がするんですよね。確かカルディでやるんですね、はい、カルディとかでもやってるしニトリでもやってるし、あと100均あのうちの YouTube でも一回取り上げさせてもらったことがあるんですけど、はい、パンクマさんっていう人がいるんですけど、はい、100円均一のあれで絞ってやってたりするんですよ、はい、要は100均に置いてある箱とかあるじゃないですか、はい、収納するやつ、はい、収納する、あれのスペックとかがそんなにまとまってるやつがないんで、もうそのスペックを全部詳細にとって、はい、この入れ物にはこういうものがこういう入れ方ができるみたいなのが、まあ一回これも見てもらうとめちゃくちゃすごいんですけど、はい、そういう風な方向性でやっていたりするので、はい、こういういわゆる、まあ、月5万稼げるとかマイナス5キロとかそういう感じじゃない中で、はい、やってるところあるんで、こういうところは参考になるかなとは思いますね。はい、拝見します。このブログをやるにあたって、はい、コメダコーヒーじゃないですか、はい、コメダの特化ブログなんですけど、はい、まあ、これって普通じゃないんですよね。普通じゃない、普通じゃないんですよ。普通じゃない、はい、このコメダコーヒーブログっていうのは、はい、まあ、何が普通じゃないかっていうと、はい、普通の人はこんなコメダコーヒーブログなんてやろうと思わないんですよ。それは、収益性が低いとか、そういう話ではなくて、はい、ではなくて、はい、それもあるんですけど、はい、そもそもコメダコーヒーでブログを作ろうなんていう人は、やっぱ少ないんですよ。はい、これなんでかって言ったら、そんなにコメダコーヒーだけを取り上げて、なんかブログを作ろうとまでする人がいないからですね。そこまでの熱量を持って、まあ、そうです、そうです、言ったら。はい、でこれすごい大事なことで、最近いろんな人に言うんですけど、はい、じゃあなんであなたはこれをやってるんですかっていう問いが、これめちゃくちゃ大事なんですよ、はい、要は千味噌さんはなんでコメダコーヒーを取り上げてあなたはブログなんてやってるのっていう話、はいはい、でこれがすごい大事で、このストーリーがあるかないかってもうめっちゃ大事なんです。あ、まあ、この動画を見てる人もそうなんですけど、全員が、今の自分がやってることにストーリーありますかっていうのは一回考えた方がいい。でうまくいってる人って大体ストーリーがあるんです、はい。例えばこの動画を見てる人はもうブログやってる人が多いと思うので、分かりやすいところで言うと、じゃあひとりさん、はい、まあ、ブログについての発信してるじゃないですか、はい、ひとりさんってそれストーリーがあるわけですよ、はい、お金稼ぎたいからブログについての発信をしてる、まあ、もちろんそれはあるでしょうと、はい、その収益大事なんでそれもあると思いますけど、ひとりさんってそもそもそんなお金稼ぎとかそんなのを知らない時にブログを始めて、でそれがすごいいろんな人に見てもらって楽しくて、でその過程でその知り合いからお金稼げるっていうのを知って、アドセンスあったりとかいろいろして、まあ、今100万とかね1000万みたいな収益上げてたりするんですよ、はい、で自分がブログで人生変わったから、その方法も他の人にも教えたいからブログやってます。ブログの何ノウハウとかはブログで出してるし、 ABC スペースっていうコワーキングスペースやってみんなで楽しくブログで記事に交流してます。これストーリーがあるじゃないですか、ブログをやってるっていうことで、はい、で他の人でも取り上げ
げると、例えばそれこそ池早さん、はい、まあ、最近はね仮想通貨とかそういう系をやってますけど、もともと限界集落でブログやってとかってやったじゃないですか。まだ東京で消耗してるのみたいなことをやっていたわけなんですけど、これも最初から限界集落に住んでいてそういうのを発信していたわけではなくて、もともと東京の方に住んでいてサラリーマンとかにやって自分が消耗していて、まあそれじゃダメだと思って高知の方に移住して、で住んでみたらそこでも全然仕事はできるし、高知の方で暮らしている方が消耗しないし、こういう暮らしいいよねっていうのでそういうものを発信していたわけですね、はい、結局ネットで副業とかもできるわけなんで、別に東京なんかでいて消耗するような暮らしする必要ないじゃん。今のこの時代なんだからブログやったりとか YouTube やったりとか仮想通貨やったりとかそういうのでも全然いけるから、そういう風な暮らしもいいよね、そういうのどうですかみたいなことでやってるわけですよ。これストーリーがあるわけですよ、はい、まあ、これがどうなのかっていうね、池谷さんがどうなのかっていうところは別にこれはもう各々が判断すればいいんですけど、まあ、とにかくそういうストーリーがあるわけですよ、はい、これ他にだからもうなんかその炎上しやすい人、まあ、人ってはまるですけど炎上しやすい人学ぶ、はい、並べてるみたいになりますけど、はい、まなぶさんとかもそうなわけですよ、はい、いろんなストーリーがあって海外とかに移住して、はい、ね、お金を使わずにこういう生活もいいじゃないですか。でその過程でブログだとか YouTube だとかいろんなことっていうのを自分がこう考えてるからっていうのでやっていたりすると、はい、でストーリーがあるわけですよ、はい、でそういうのを考えた時になんで米田コーヒーのブログやってるんですかっていう話になるわけですよ、はいはい、ね、自分がブログを始めようと思った時に自分の人生をブログで変えてくれたからそのブログを教えたいって、それはその人から学ぼうと思う人が多いわけですよ。だからひとりさんすごい人気だと思うんですけど、はい、だからそういうのを考えた時にじゃああなたのストーリー何なんですかって聞いた時にこれに答えられないと、はい、じゃあ他の人でいいじゃんってなっちゃう、はい、このだからストーリーを考えるっていうのはすごい大事なことで、自分は何のためにこれをやってるんだろうとか明確にするっていうのはいろんな人にお勧めしてる、はい、で結局大体のパターンってうまくいかないの本当にそのストーリーがないからっていうところはあって、あ、別にそこに理由がないから、はい、その運営者自身がそれを語れないっていうことは読者にしてもそういうことなんですよ。あ、じゃあ別にわざわざそこで見なくてもいいじゃんっていう話になってしまう、はい、まあだから捏造するとかっていうのはよくないんですけど、まあ、その自分のちゃんといろんな中のことっていうのをその紐解いていって言語化してあげて、自分はこうこうこういう理由でこの今のブログをやっていますっていうのは絶対に言える方がいい、はい、それをちゃんとブログ内に落とし込むというか、別にそんなの書かなくてもいい、はい、それは、伝わるんでブログからブログこれ伝わる、そう、伝わるもんなんですよ、はい、文章の端々とか内容から伝わるもので、ひとりさんだって別にそんなのわざわざ書いてるわけじゃないじゃないですか。そうです、でもブログすっごい楽しそうだし、みんなにブログやろうよとかって言うわけじゃないですか、はい、だからそれの裏側にあるのはそういう思いだったりするわけです、はい、だからみんなそれに共感してひとりさんのところでブログを学びたいと思う、はい、うちの YouTube でもそうなんですよね。ブログ TV でも、じゃあ僕はなんでブログの発信をしているのか、これめっちゃよく言われるんですけど、そんなすごいノウハウがあるんだったらじゃあ自分で独占すればいいじゃないかって言われるんですよ。それはそれで一つの考え方なんでいいんですけど、僕はわざわざそういうのを YouTube とかで言うっていうのも、結局僕は20年くらいブログをやってるんで、まあ、これ5年くらいしかやってないんだったら多分わざわざ YouTube でそれを発信しようとは思わないですよね。でも20年くらいやってると結局ブログの作業って割とマンネリ化してきて、それ自体の面白さってなくなってくるんですよね。新しいブログを作るって言っても今までやってることとほぼ変わらないんで、はい、それはどういうじゃあコンセプトでブログ作るのか、マネタイズどうするのか、まあ、リンクの戦略とかどうするのかっていうのをいろいろ考えた上でサイト設計して、あとはもう記事書いていくだけで SEO 対策していくだけみたいな、やってることほぼ変わらないので、で実際いろんな人の話を聞いてるとすごい困ってる人も多くて、で僕が例えばこの、ブログのノウハウを出したところでじゃあ全員ができるかって言ったらこれは全員できるわけではない。で、これを話すことで自分に何かマイナスがあるかって、別にマイナスはない。まあ仮に極端な話、僕はそれこそブログとかアフィリエイトだけで生きていく気はそもそもないので、別に自分が教えることによって自分の売り上げが下がったらどうするか、別のことをやるだけです。いや今でもいろんな授業やってるんで、別にそっちで暮らしていくだけなんで、別に僕にとってのマイナスがないんで、じゃあそれで今まで自分が培ってきたもので誰かの役に立つんだったら別にそれを出してあげればいいかっていうので YouTube やってるんですよね、はい。まあ、それも言ったらストーリーがあるわけじゃないですか、はい、今までの時系列で今まで自分こんなことやってきました、こんなこと考えてきました、でその上でのここなんですよね、はい、でもうまくいかない人のってここの点だけなんですよ。あ、このブログやってます、はい、なんでやってんのっていうと別にストーリーがなくて、あ、じゃああなたお金稼ぎたいからこれやってるだけですよねみたいな感じになっちゃう。じゃあそこで読者の人がそれを見たいと思うかっていうのは見たいと思わない、はい、それは自分でも多分同じだと思うんですよ。誰かのブログを見るときに何のストーリーもないところで見ようと思うかって言ったら見ようと思わない、まあ、もちろん YouTube を見てくれてる人も多分そういうところがあるんじゃないかなと思います。そのずっと4年間とかずっと YouTube 出し続けているわけなんですけど、ブログの YouTube 出してる人っているじゃないですか。でもそういう人のところで学ばないで、わざわざうちのところで学んでくれるっていうのは、そういうストーリーみたいな今までのが全部積み重なって僕のことを信用してくれてとか、そういうのがあって見てくれてる人が多いと思うので、はい、
だからこの時系列みたいなのって本当にすごい大事で、でもそこまで、考えない人が多かったりするので、はい、なんかこれはすごいブログをやる上で考えた方がいい、特にこういうものですね、はい、だからコストコ節子さんみたいなさっき言ったようなのっていうのは、はいはい、もう1800銭みたいな、まあ、これは言ったら常軌を逸してるわけですよ。そ何買っていいんだよみたいな。もうこの時点で好きなのが分かるじゃないですか。これずっと一生更新され続けてるんです、ちゃんと。あ、もうずっとそのままじゃないんですか、はい、はい、全然違います。これもともとはもっともっと少なかったんですけど、はい、これが一生更新され続けるんです。で、ちゃんと商品も自分で買ってて写真とかくっついててレビューみたいなのもある中で更新されてるんです。もう好きなのが分かるわけですよ。コストコのことだったらこの人に気が間違いないなっていうのが伝わるわけです。だから人気なんです。これが全く何もない中でコストコの情報をまとまってるだけで、じゃあそこでそのみんなが学ぼうと思うかとか情報を取ろうと思うかって言ったらやっぱりなかなか難しい、はい、でうまくいかない人はそういう感じになってる。でそういうストーリーないんだったらマジでこっちにする方がいい。まあこっちでもストーリーはいるんですけど、少なくともこっち側だったら結果さえついてくれば何にも言わないから、いやストーリーなくたって5万円稼げるならそれでいいっていう人はたくさんいるし、5キロ痩せられるならそれでいいっていう人がいるんで、ゴールめちゃくちゃ明確なんで、はい、なんかストーリーないならこっちの方が絶対に楽です。こっち系はなんかそういうのが難しいんで、だからよりストーリー大事なんです。だからこそ普段普通の方はそれをやらないってことなんです。そうです、やらない、わざわざこんなのをやろうと思わない、はい、まあ、てかだからそのストーリーが何でそれをどういうふうに伝えてますかっていうところは大事なことだなとは思いますね。でもポメラ好きなわけじゃないですか。そうですよ、だってそうじゃなかったらわざわざやろうと思わないので、はい、そうですね、なんでそれをどういうふうに伝えますかっていうだけの話です。で大体ですね、例えば週5日、はい、コメダコーヒーに通っています、はい、みたいな、はい、こういうので持っていこうとするんですね。やっぱちょい弱いんですよ、はい、ちょっと弱い、はい、確かにそういうストーリーとして言うと、はい、それまあ通ってるけどそれ家の近くにあるだけだから別に行ってるだけじゃないのみたいな。確かにそう捉えられますよね、はいはい、別にこれがダメなわけじゃないんですけど、はい、これやっぱもうちょっと見せ方変えてやらないといけない、はい、なんでコメダなのかとか、はい、なんで5日間も通ってんのかとか、はい、ずっと通い続けてるその理由だとか、なんかそういうことも全部ひっくるめて、そこのブログにあると、あ、じゃあこの人がこんなにコメダのこと好きなんだったらどんなにいいものか自分も行ってみようみたいになってコメダに行ってくれると、はい、だからこのブログのやんなきゃいけないことは、はい、コメダコーヒーっていうものを好きな人とか興味ある人を引っ張ってくるってもちろんそうなんですけど、はい、そうじゃないところなんですよね、多分やんなきゃいけないことって。要するに、スタバ好きです、はい、コメダ行ったことありませんっていう人をコメダに引っ張っていくぐらいしないといけないんですよ。このブログでうまくいこうと思ったら、はい、コメダ好きだけを囲っちゃダメだってことです。そうです、コメダ好きな人を囲うのはもう当然そうなんです。それはもうでもそれに関しては、はい、もはやコンテンツなんていらなくて、ストーリーの部分があればコメダ好きな人は、はい、多分それで終わりなんです、はい、それで響く、それ自分もコメダ好きです、はい、っていうのでもうそこで共感で、その人は多分そのブログのことを好きになってくれるので、はい、その人たちではなくて多分本当にやらなきゃいけないのがコメダコーヒーとか行ったことないような人、はい、そんなに興味ない人をいかにこのコメダコーヒーっていうところに足を運ばせるかっていうところがすごい大事なところ、はい、で考えていくとコンテンツの作り方がちょっと変わるんじゃないかなとは思います。そうですね、変わりますね。新商品をどうこうっていうのも、はい、ただただ新商品の紹介をするだけじゃなくて、はい、そこにコメダ行ったことない人をそこに引っ張ってくるってなったら書き方だとか伝え方っていうのも変わると思うので、はい、だからその必然性というか、まあ、ストーリーとか必然性みたいな言い方をしているんですけど、はい、この辺っていうのがとにかくすごい大事なところですね。なぜこれを言語化するかっていうのも大事なんですけど、はい、まあ、言語化しなくてもできる人いるんですよ、はい、まあ、さっきひとりさんの例を出したんでひとりさんとかもそうなんですけど、多分ストーリーとか必然性とか考えてないんですよね。あ、そう、自分は普通にそうやってそういう経緯があったからやってるだけみたいな感じなんですけど、多分それだと困るんですよ普通の人は、はい、これなぜかって言ったら再現性保てないからなんですね。あ、要はいろんなことを言語化した上でそういうことになってるよねっていう風になれば、もう一回何かを考える時でもここに再現性というものを出せるんですけど、これ感覚的にそれができる人はいいけど、できない人はもう一回だからこれを再現できないです。だから例えばコメダコーヒーで1個記事がバズりましたって言ってもこれで終わりなんです。なぜかって言ったらここの再現性っていうのが担保できてないからですね。言語化ができてないから。だからたまたま当たったみたいな。でもそれじゃ困るんですよ。これ趣味だったらいいんですけど、例えば200本書いて1本当たりました。これじゃ仕事にならないわけですよ。この確率をもっと上げなきゃいけない。そうすると再現性保たなきゃいけない。再現性を保とうと思ったら、こういうストーリーとか必然性とかそういうものを全部言語化して、こうこうこうだからこうなってるみたいな。っていうのをロジカルにやっていく必要がある。はい。ありがとうございます。あ、じゃあ僕のそのコメントの通り聞いていただいていいですか。はい、もちろん。もともとの
僕のその会社員時代の時に、はい、僕ドラッグストアで働いたんですね、はい、でそのドラッグストアで働くための薬を売るための資格がありまして、その資格勉強するのにいろんなカフェ巡ってたんですよ、うん、それこそ星のコーヒーなりドトールなりいろいろ行った中で、はい、ちょっとコメダコーヒー行ったことないからその時に行ってみようと思ったんですね、うん、で行ってみて、でもそのやっぱりコメダコーヒーで量が多いとか、うん、ボリュームがすごい逆詐欺だって言われてたんですけど、うん、あのいやそんなことないだろうなと思って僕はちょっと初めて行った時に、はい、あのカツパンっていう、まあ、カツサンドを頼んだら、はいはい、ちょっと小腹が空いたんです、はいはい、で頼んだらあの小腹が空いた量じゃない量が出てきまして、あー、そうですね、うわなんだこれと思って、はい、で全部食べきれなくて、はい、でそれからちょっとあんまりいいイメージがあってコメダにもうちょっと逆にあんま好きじゃなかったので、それからそれこそブログを始めた時に本当は僕はあのおしゃれなスタバで作業したかったんですけど、はい、僕が住んでるところになくてスタバがなので、うん、で探した時にコメダコーヒーが近くにあったんですね、でうわコメダあんまり行きたくないなって思ったんですけど、はい、近くにあるからまあしょうがないなと思ってコメダ行ったら、うん、意外にあれもう一回行ってみたらいいなってすごい思って、へえ、デカ盛り、確かにデカ盛りはでかいけど、ちゃんとお腹を空かせていけば全然食べるし、はい、味も美味しいし、雰囲気もすごい良かったんですよね。なるほど。私はあんまりいいイメージじゃなかったんですけど、うん、その量が多いとかそういうので、ちょっと嫌になっちゃう人が多分僕みたいな人がいると思うんですね。はい、なんで、そういう人にも米の良さを知ってもらいたくて、こういうブログ書いてるっていうところがあります。いかがですか？なるほど。はい。まあ、それが悪いわけじゃない、悪いわけではないけど、やっぱり若干弱いなとは思っちゃいますよね、はい、コメダの良さというか、はい、こういうところがいいよねみたいなのは確かにあるのかもしれないけど、はい、なんていうか今の話だけだったら別に近くにじゃあスタバとかタリーズとかそういうのがあるんだったら別にそっちでもいいんじゃないかみたいな話にはなっちゃう気がするんですよね。何がダメなんだろうみたいな、コメダコーヒーじゃなきゃいけない必然性みたいな話にはなるんですけど、はい、なんでコメダコーヒーなんだろうみたいな、あ、そういうところがもっと熱くなるといいなと思いますよね。コメダコーヒーの良さ、あ、ちなみに何ですかコメダコーヒーの良さ。良さですか、はい、今言ったように居心地がいいです。それ例えば他と比べてっていうのはありますか？他と比べてだとスタバだとダメで、はい、コメダコーヒーだと何がいいとかっていうのが、座席がゆったりしてます。ああ、はい、なるほど。座席がゆったりしてるのと、あとは、まあ、スタバはどっちかっていうとおしゃれなお店の雰囲気なんですけども、うん、コメダはその木目調、木をモチーフにしてて、落ち着きがあるところで、うん、ゆっくりしてられるですね。はあ、あとは、ちょっと待ってください。何だろう。ちょっとこれすぐ出てこないので恥ずかしいですね。コメダのいいところ。やっぱこういうのはすごい大事なんで、はい、ないですよね、はい、コメダブロガーやってます、はい、でもコメダのいいところあんま出てきませんってなっちゃうと、あんまりかなってなっちゃうんで、まあ、これでもそういうことなんです、はい、結局、はいはい、その辺が言語化できてるかできてないかっていうところがめちゃめちゃ大事なところって、はい、だからそれが分かんない中でやっちゃうと、はい、そうやって何の記事書いていけばいいか分からないし、あ、当たる確率みたいなのがめちゃくちゃ下がってしまうので、はい、この辺っていうのを一通りも言語化してやる方がいい、はい、まあ、この辺は改めて考えてもらって多分もっと出てくると思うんですよ。普段あんまり自分がこう言語化してないというか、はい、考えてないところでも多分無意識のうちでこういうところがいいからコメダに通ってるみたいなの全然出てくると思うので、はい、そういうのをやってもらうのと、あともう一つはやっぱりそのターゲットみたいなところはちゃんと考えてもいいのかなと思いますね、はいはい、例えばスペースが広いとか落ち着きがあるとか、はい、だからどうなんっていう話で、はい、だから何がいいのっていうところですね。それこそ、資格を取るために勉強しようと思っていろんなところに行ってて最終コメダに落ち着いたみたいな話ですよね、はい、だから、スペースがあるとか落ち着きがある、だから勉強しやすいからそういう勉強するんだったらコメダがいいですよ、はい、とか、あ、まあ、そういう話です。結局、はい、誰を指しに行くのかっていう話なんですけど、はい、別にこれって、まあ、メリットでもあり、まあ、デメリット的なところでもあるわけじゃないですか、まあ、言ったらスペースが広いとかそういうところって、まあ、でもスペースが狭い方がたくさん人は入れるわけで、そうですね、その入れないことも多くなったりみたいなことも全然ありえるわけで、はい、まあ、そもそも店舗のスペース自体が広かったら別にその、ね、スペースが広くたたくさん入れるのかなと思うんですけど、はい、なんかこれって別に全員にとってのメリットっていうわけでもないので、はい、なんかそういうのをちゃんと出してあげるといいだろうなと思います。だからコメダコーヒーの話たちをするんじゃなくて、はい、コメダコーヒーの特化ブログだからこそスタバの話をするとか、あ、はい、そういうのも全然やった方がいいです、はい、なんとなくコメダの特化ブログだとコメダの話しかしちゃいけないって思うじゃないですか、はい、でもそうするとどうなるか、何が起こるかっていうとですね、はい、これが生まれないんです。このあこのあなかなかコメダに流れる動線がない、はい、ないです。だってコメダのこと書いてたら、それはその人はもはやコメダのことを知ってるとかコメダのことを好きだから検索して流入してくるわけなんで、はい、
スタバのことを書いてれば、スタバに興味ある人がコメダの情報とかを見てコメダに来てくれるっていう可能性はあるんですけど、その可能性がゼロになっちゃうので、はい、だからなかなかしんどいかなとは思います、はい、流入ブログ的に言うと、まあ、しかも、まあ、こう言っちゃなんなんですけど、はい、多分スタバの方が圧倒的なこう集客力というか、はい、圧倒的にユーザー数多いと思うので、まあコメダはめっちゃいいとこだと思いますよ。僕もコメダの学生時代とかお世話になったんで、はい、全然いいとこだと思いますけど、でもやっぱり数で言うと多分スタバの方が圧倒的なんで、集客力で言えばスタバなんですよ。だからそっちの集客力の大きいところで集客をして、それをコメダに流してあげるっていうことができるんだったら、その方が良くないですか。これってこれまあそこまでいくかどうか分かんないですけど、コメダコーヒーとしてめっちゃ嬉しいと思いますよ。だってスタバに興味ある人を自分のとこ連れてきてくれるんですよ。こんないい広告媒体ないですよ。ですよね。コメダ好きな人は別にもうコメダ来てるから、その人たちに集客してもらう必要はないんですけど、他のカフェ好きな人をわざわざ自分魅力を伝えて自分たちの店舗を連れてきてくれるんだったら、それこそそこにお金払ってもいいってコメダ本体だって思うかもしれないんで、だからそうなってくると準広告みたいなところでお金もらえたりするんです。あ、広告をいただける。はい、あ、すごい。アフリエイトとかじゃなくて月額、はい、例えば5万とか、はい、まあ、うまくいったら20万みたいな形でお金をもらうことができる、はい、とかあともう一つの提出としては、はいはい、その単純にコメダのこういう新商品とかそういうのを、はい、入れるだけじゃなくて、はい、なんていうか、まあ、これを同じブログでやるかどうかっていうのはまた別にしても、はい、例えばコメダで働きたい人を増やすみたいな、あ、はい、こういう人を指しに行くでもいいのかなと、働きやすいところだよみたいなとか、はい、そう、こうコメダの魅力ってこうこうこう、スタバって結構そういう感じですか、こうなんていうかスタバで店員をしてるっていうこと自体のステータス、はい、そうですね、スタバで働きたいって思う人って結構いると思うんですよね。いますね。まあ、でもあんまコメダで働きたいって、いや、いると思うんですよ、いる、全然いると思うんですけど、はい、やっぱちょっと違うじゃないですか、はい、なんかスタバって、まあ、そういうブランディングをしてるっていうのもあるんですけど、はい、だからスタバでパソコンをしてるだけでなんかいけてるみたいな、はい、 そういうのあるじゃないですか、はい、で働いてる側もスタバで働いてる、まあ、スタバの店員さんが優しくて自分もそうなりたいからとかそうあると思うんですけど、だからなんかそういう風に持っていけるようなコメダで働きたい人を増やせるようなそういう感じのコンテンツを入れていっても面白いのかなと思います。そうするとですね、はい、もういよいよこれ広告の価値が出てくるわけです。広告媒体としての、はい、そうですね。コメダで、どっかの店舗がね、コメダで求人を募集してるときに、そこに広告を出すとかっていうのができるわけなんで。すごい、いいですね。そうなんですよ。すごい、いや、なんか、やりたいですね、そういうこと。こういうことを考えるわけです、ブログは。全然足りませんから。難しいですよね。いや、でも、なんかその、もう、いろんな方に、その、やっぱブログ話する中で、はい、コメダの本部に、全然営業すればいいじゃないですか。そうですね。こういうことですよね、まさに本当に、うん。こういうブログ書いて、このぐらい TV かけて、うん、スタッフからも流入がありますよっていうのをアピールできれば、はい、そうです。っていうことですよね。そうです、はい。だから自分はこんなにコメダのことを好きだし、こんなコンテンツを書いています。はい、でそのコンテンツで例えばスタバからコメダに引っ張ってくるとか、コメダで働きたい人を増やしている。はい、だから広告打ちませんかみたいな、はい、そういう感じですね。なんか今までのブログのやり方だとそこにやっぱりお金が生まれないんですよね、はい、ただただじゃあ新商品だとかトレンドみたいなのを追ってるだけってなると、まあそれも企業としては嬉しいのかもしれないですけど、はい、でも PV 数がめちゃくちゃあるとかそういう前提じゃないともう話ができなくなってしまうし、なかなかこう他との差別化みたいなのも難しくなっていくんで、はい、まあ、でもいろんなことを言語化してあげて、どこでどういうふうにその価値を持たせてでお金を引っ張ってくるのかみたいな、はい、こっちが王道というかアフィリエイトみたいなのはだからあんまりはまらないというか、アフィリエイトやるんだったらもうそれこそ、ね、こっちのもっとゴールが明確な転職とかダイエットとかアフィリエイトブログみたいな、そういう方のが絶対にもうやりやすいので、はい、やっちゃいけないわけではないけど、まあ、そういうところはそこまでおすすめはしないかなと思います、はい、まあ、あんまりそれをすると結局もう ここら辺の価値がなくなるというか、あ、その本部がどうこうっていう時にアフィリエイトめっちゃやってるからじゃあ広告出すのやめようとかってなる可能性ある。アフィリエイト系って広告なんで、はい、いろんな他の広告があるよりはそういうのが何もない中でコメダの魅力をアピールしてますっていう方がうちはいいだろうなとは思います。そうです。コメダ好きだからって、コメダ好きだからやってますっていう。はい。まあ、路線数ぐらいは全然いいと思いますけどね。はい、あんまりベタベタアフィリエイト貼っちゃうと、結局お金稼ぎたいだけだみたいなことになっちゃうので、はい、やっぱどこまで行っても人と人なんで。という感じですが、いかがでしょうか。はい、いや、こちらに関しては本当に
ダイヤモンドです。聞きたい話が聞いたわけないです、うん、本当に。はい、まあ、なかなかね、その自分で、まあ、ここまで考えることもできないと思うんですけど、やっぱりプログでやろうと思うと、こういうことを考えていかないと、本当に表面上だけの、とにかくジャンルに関する情報を出しているだけブログになってしまう、はい、いうので、なかなか SEO も上がらなければ、集客というか、まあ、収益も出ないっていう感じになるので、まあ、でも、結局のところはやっぱりここのところですけどね、ここのストーリー必然性のところは大事なんで。はい、だから入り口の部分から出口の部分まで、まあ、今回言った話も基本的にはそうなんですけど、はい、だそれをいかに一貫性を持たせてやっていくのかっていうところがすごい大事なところなので、はい、だから自分はこうこうこういうことでこういうブログを作ろうと思いました、だからこういうコンテンツを書いてます、でこういうコンテンツがあるから最終的な収益はここで出します、マネタイズここでこうしますみたいな、はい、あこの今の話って基本的にはこう、はい、全部つながってるんですよね、はい、こうつなげて今の話って出来上がってるんですけど、はい、それが一貫性保てなくなるんです、これが分かってないと。要はだからさっき言ったみたいな、こういうところでこういう風な思いがあって、こういうコンテンツ書いててここで広告の価値あるんです、でもアフィリエイトの広告めっちゃありますみたいな、いやそらお金稼ぎたいだけだみたいな、いや好きみたいな気持ちはどこに行ったんだみたいなことになる、はい、まあ、それがだから各所でいろんなところで起こると、このプログラミングだなとかそういうのが出てきてしまう、はい、この無意識のうちに、別にそれを読んでる側が意識するかどうかっていうのは別にしても、はい、やっぱ人間鋭いので、そういう言葉の端々だとかやってることとかで、あれなんか違うんじゃねみたいなことを思ったりするので、はい、だからちゃんといろんなことを言語化して、最初から入り口から出口まで一貫性を持たせた状態で作っていくっていうのが大事です。誰ですかブログが簡単だって言ったのは。どこら辺が簡単なんだ。まあでもこういうふうに考えると結構、まあ、難しいかもしれないけど、ブログって面白いじゃんっていうふうに思ってくれる人はいるんじゃないかなと思います。だからみんなが思ってるブログとか、ね、アフィリエイトのサイトって、はい、いわゆるネットの情報をまとめただけで価値ないとかって思うかもしれないけど、はい、そんなことないでしょ。こんなブログあったら絶対読みたいところもあるし、面白い、魅力的に見えますよね。そうそうそう、魅力的なものを作れるんで、はい、そのコメダコーヒーとしてもいろんなところでも社会的意義があるというか、ただの何ですか、いわゆるアフィカスみたいな感じではない、ちゃんとしたブログの真っ当な作り方だと思いますね、はい、もうこの今の話だけでももう売りたいぐらいですよ。売らないけど売れますよ。この話だけでも、いやほんまに、はい、これめっちゃ大事なことだし、もう誰も言わないので、こんなこともうみんなキーワード選定どうだか、そうです ね、初めてこういうやっぱお話今聞いたので、スッって入ってきます。そうですね、まあ、言わないと僕もあんまりこの話を対談だから言えるんですけど、これ何もないところで言ってももうみんな伝わらないので、これを慣れたところで結局どうすればいいみたいな話にしかならないんですよね。自分の場合はどうすればいいみたいな、だから今回は、ね、テーマを与えてくれて、じゃあコメダだったらこうこうこうだよねみたいな話ができるから多分入りやすいんですけど、全然自分の関係ないテーマでこれを話したところで、まあ、一部の人はそれを理解してできる人もいるんですけど、やっぱり多くの人はこれを話したところで理解もされないし難しい。これめっちゃいい話じゃないですか。めっちゃいい話です。めっちゃ有料級の話だと思うんですけど、はい、これ自分でもそう思うんですけど、はい、これ YouTube で出します、はい、100% 伸びないんですよ。全く再生されないんです、こういう話って。そうなんです、はい、この話はね難しすぎる。だもっと簡単の方がいいです。だからもうバカでもブログで稼げるとか、ブログオワコンとかそういうのがやっぱり、はい、もう圧倒的に伸びます。だからあんまり扱いにくいっていうところもあるんですけど、はい、まあ、でも参考にしてもらえる部分はあるかなと思うので、ちょっとね一回考えてもらえると、はい、全て参考にやります。全て参考にやります。最近思ったことなんですけど、はい、先日それこそ東京支所に行った時に、はい、他のブロガーの方ともお話ししてたんですけど、はい、サムネイルについてちょっと聞きたくて。サムネ、はい、そのアイキャッチとかそういう話ですか。あ、そうです、アイキャッチですね、はいはい、まあ、とかはでそこまで SEO 的に関係ないのかなって気はするんですけど、はい、そのあったりやっぱどのぐらいやっぱ労力かけた方がいいのかとか、僕本当にいつもテンプレートを使って、うん、でも画像と名前文字変えてるだけなんですけど、あそのあたりはどういかがでしょうか。結論、はい、割と大事、割と大事っていうぐらいですね。あ、っていうぐらい、超ウルトラ重要かって言われたら、はい、そこまでではないけど、はい、そんなに無視していいものではないっていうぐらいのもんだと思ってます。じゃあそこに時間をかけれるんだったらかけた方がいいですかね。うん、これはね多分ブログの種類にもよるんですけど、はい、こっちのアフィリエイトとか、まあまあまあこういう何でいわゆるゴールが明確なもの、はいはい、であればそこまでだと思うんですよね。はい、まあ、なんでかっていうと、
そもそもコンテンツの内容が勉強になるというか、そっちでの差別化ができるっていうのと、そっちの内容めっちゃ大事なんで。そうです、中身が大事です。まあ、てか主体的に見に来てくれるじゃないですか。お金稼ぎたい、痩せたいっていう気持ちがそもそもあるので、はいはい、コンテンツを見たいって言って見に来てくれるんですけど、はい、こっちのコメダの場合はどうかっていうと難しいんです、はい、それを何のために見に来るのかっていう理由がそこまでないので、はい、ここで何かを学びたいっていう気持ちとかがあるわけじゃないじゃないですか、はい、そうなった時に、だからそのアイキャッチとかそういうところで引きつけるみたいなのは結構大事なのかなとは思いますね。僕のブログの場合は割と大事だと思います。割と大事な方になる。はい、まあそれもだからこの辺のあれにも伝わる、つながるんですけど、はい、結局だからそのストーリーとか必然性でコメダめっちゃいい、コメダ自分が大好きだからそういうブログを作ってますみたいな感じになると、やっぱりそういうアイキャッチとかそういうところもなんかこだわる方がその辺の信憑性が出るじゃないですか、はい、まあ言ったら同じテンプレで作ってるだけみたいな、はい、めんどくさいのかなみたいな、あ, あれこの人そんなに好きじゃないんじゃないのかなっていうふうに思っちゃう。見られてるかもしれない、はい、まあ、それは読者がそういうふうに実際感じてるかはわからないけど、はい、でも絶対に一個一個作り込まれている方が、あ、本当にこの人はそういうのが好きなんだなっていう、楽しんでやってるなっていうのが伝わる、はい、でそういうちょっとずつのものの積み重ねなんだね。はい、ちょっとずつの違和感だとかそういうものが全部積み重なっていって信用できないブログとか SEO 上がらないとかってなるって、はい、毎回やっぱりそのテンプレートを使うのではなく独自のアイキャッチを作っていくの方がいいですね。絶対いいです。まあコンテンツによって変えてもいいのかなとも思いますけどね、はい、その全部のものを変えていくって難しいじゃないですか、はい、例えば新商品全部でそうすると、はい、もうとても対応できない、数が多すぎて、はい、だったらそういうものに関しては、まあ、ある程度使い回しをしていって、はい、そうじゃない新商品みたいにこうどん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 書いていくようなものじゃないやつとかはちゃんと作るとかっていうのでもいいのかなとは思いますね。やることいっぱいありますね。そうですね、やることいっぱいあるんです。やることいっぱいありますね。今まで自分は何をやっていたんだろうって思いますね。ちょっと本当にそう思いますね。まあでもね、はい、その頑張っても結果が出ないっていうのは全然あってしょうがないところではあるんですけど、はい、でも意外と今日話したようなこととかあんまりこういうのをで今まで意識せずにやっていたんだとしたら、はい、まあ、ある種今の結果って必然なのかなというところもあったりするので、はいはい、まあ、でも逆に言うと、ね、この辺を考えながらやれば全然結果変わってくる可能性はあるので、はい、まあ、伸びしろしかないじゃないですか。今、ね、アップデートで、ね、落ちてしまっているわけ で、ね、もうあとは伸びるしかないので、はい、ありがとうございます、まあ、絶対この辺やっていけばいいものになると思いますけどね、はい、だから愛情というかで米田コーヒー好きでずっと行ってるっていうのは実際あるわけじゃないですか、はい、でなかなか、まあ、競合もそんなに多いわけじゃないと思うので、はい、そう考えたら米田コーヒーといえばこのブログだよねくらいにはなるんじゃないかなと思います。まあ、あとは千日さんの熱量と、はい、熱量ですね、あと時間と、はい、作業時間と、いかにやっぱり熱量を乗せるかっていう、あ、そうなんです。先日のおっしゃってたじゃないですか。大事なんです。あ、そう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 、はい、あの東京のオフィスで話をしていたやつですね、はいはい、そうなんです。熱量をいかに乗せるかっていう、やっぱその熱量が乗ってるものってすごい強いし、はい、引き込まれるものなので意識してもらうといいかもですね。なんか何もなしで書いてそれが乗るんだったらいいですけど、やっぱなかなか難しかったりするので、コメダコーヒーオフ会とかやってますか。たまにやります。そういうのもやっぱりガンガンやっていった方がいいですね。コメダコーヒーオフ会なんてやってる人、はい、多分日本で一人だけだと思います。わかんないですけど、だから米田コーヒー、はい、少なくとも米田コーヒーオフ会をして米田コーヒーのブログをやってる人は多分日本になかなかいないんですよね。僕ぐらいかもしれない。そうですよね。いやだからそういうのはこういうのが伝わる一個の仕掛けというか工夫になるんですよ、はい、だってわざわざオフ会なんてやらないよんで普通は。わざわざそんな米田まで行って。そうです、はい、でコメダのオフ会やってますって言って、はい、そんなことやってるんですよ、すごいねってなる。ただのコメダのでブログやってるってなると、まあ、それだけでも一個すごいんですけど、はい、まあ、でも結局ね、それってブログでお金稼ぎたいだけじゃないのみたいになるけど、まあ、オフ会やったところで全然そんな儲からないわけじゃないですか。そうですね。それでもオフ会やるっていうのはみんなにコメダの良さを知ってほしいと思うからオフ会やるって、はい、すごい差別化だと思うんですよ。 あと一個ハードルが高いんで、はい、同じようなコメダのブログをやってるとしてもそんなオフ会やる人なんて多分いないんですよね。コミュニケーション苦手な人も多かったりするし、で周りで誰誘っていいか分かんないとかっていう人もいたりするんで、それはこのブログの大きな特徴というか差別化のポイントだと思うので、コメダコーヒーオフ会とかっていうのは出していくべきだとは思いますね。なんかそこでだからそういう話をしてもいいわけですよ。なんかそのスタバとの違いはとか、みんなが好きなカフェのアンケートを取ってみたりとかしてもいいし、
カフェのアンケートは面白そうですね。まあ、どこに行ってますか、はい、みたいなんで雑談の中にそういうの混ぜてそれをレポートとして出してあげるとか、はい、そういうのでも全然いい。オフ会やってブログ記事になったら最高ですね。はい、めっちゃいいですよね。いいですね、はい、ずっとオフ会やるだけで、はい、しかも本当になかなかそういうことができる人って少ないので、ブログやってる人特に、めっちゃいいコンテンツになるんで、頑張ってください。はい、ありがとうございます。すごい励みになりました。はい。はい。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。いろいろとやることとか考えることが増えたと思いますが、はい、ただ伸びしろしかないと思って。いやー、ありがとうございます。嬉しい、そう言っていただけると嬉しい。はい、ということでじゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうですね、そうそう聞けない話でした。しかも納得感があるというかああなるほどなって思いました。結局どこまで行っても広告媒体だから、ブログって。だから広告媒体としての価値を持たせようと思うと、そういういろんなストーリーだとか必然性だとかそういうのを持たせないといけない。うん、なんか企業だったら別に全然違うやり方でもいいけどね。もう全国のコメダコーヒーに人を派遣して全部の取材して全部の店舗についての詳しい情報を書いてってのもいける。でも個人だそんな無理やん、はい、普通に。全国のコメダコーヒーいくつあるのか分かんないけど何百店舗とかあるんじゃない、はい、それに全部いけるかっていけない。そうなってくると価値が生まれなくなっちゃうから、じゃあどうやってそのブログとしての価値を出していくのかとか、マネタイズにつなげるのかっていうことを考えていくと、さっきみたいなストーリーとか必然性とか、なぜ自分はこれをやるんだろうとか、まあでも YouTube でもまあ同じような話はするわけじゃん、はい、なんでその企画を今うちのここのタイミングでやるのかっていう、でそれをなぜ俺がやらなきゃいけないのか、あと自分のね目的もあるし、こういう目的のために YouTube やってますって、集客が増えればいいのかって言ったらそんなことはない、はい、じゃあ集客増やすためにね、スシローで割り箸ペロペロするのかって言ったらしないわけやん。それは目的にそぐわないから、はい、倫理的にとか、な社会的にどうなのかっていうところもあるけど、そもそもそんなことやったところで目的達成することができないから、そういうのはもちろん外していくわけで、まあ、そこまで極端だと分かるんだけどな、それをやっちゃいけないっていうのが。でもいろんなことが言語されていかないと、その辺の曖昧な部分っていうのがさ、はい、考えられなくなるんだよね。今の異常値みたいなのはさ、大体の人が考えられるんだけどさ、はい、今の異常値ってもうここら辺の話なわけじゃん。これがダメっていうのは判断できる。でも世の中こんな単純なものじゃなくてさ、この辺のものっていうのもあるわけよ、基準値として、はい、じゃあこれをどこまで許容することができるのかっていうの でここの言語化ができてないと、これ全部ダメだよねみたいな話になる。これどっちもダメなわけよ。これが全部ダメでもダメだし、 OK でもダメなわけよ。これなぜかわかる？改善できない。いや、そういう話じゃない。そもそもこれを全部 OK にしてしまったら数が多すぎるから、そこには時間もお金もかかるわけ、はい、これ会社で考えたらそうなんだけど、1個の企画をじゃあこれを、まあ、いくらかかるのかで、じゃあ例えば仮に5万円かかりますって言って、この OK のところ基準があって、その基準を超えてるものが例えば30個だけで、他のものは100個、基準を超えないものが100個あるとするじゃん。でもこれ全部 OK にするとこれ130やんなきゃいけないわけ。実際には こっちだけでいいわけよ、その結果とかを求めるだけだったら。100個分無駄なわけよ。これだから1個5万円のすると500万円分のマイナスが出る。これダメなわけよ、はい、でも全部をダメってしてしまうとこれはこれでダメなわけ、はい、だって30個分の OK のものがなくなって試作できなくなるから。だからこれはどっちもダメで、この基準っていうのをはっきりさせないといけないんだけど、この基準をだからはっきりさせるためにこれ何が必要かって、これ言語化が必要な。言語化してないとこの基準ができないから、他の人に話もできなければ自分で判断ができない、はい、だからもしうまくいったようなことがあったとしても言語化ができてないから、もう一回これを再現しようと思っても再現することができない。そうするとどうなるかっていうと、片っ端からやっていって当てるしかない。でもそんなの現実的にできないわけです。お金も時間も
全てが有限だから、だからちゃんと言語化してあげて、その自分がやろうとしていることが、さっき一貫性っていう話をしたんだけど、だからスタートとゴールまでがあって、この中でどこに置いてそれが必要なのかっていうのを考える。だから短い期間でなるべく確率を上げていこうと思ったらどうしたって、まあ組織で動くっていうところでも必要なんだけどね。他の人に伝えられないじゃん、この企画当たってるから同じような企画考えてってなりやれても困るやろ。そうですね、そうやろだから困るのよ。天才的な人はもうな、それでいけるし、 YouTube でそれで当たってる人もいるわけやん。一人でやってさ、自分で企画考えてやったら当たって、当たり続けてるっていう人もいるわけで、だからそういう人はいい。でも他の人を巻き込んでやっていこうと思うと、それじゃやっぱりやっていけなくなるから、どうしてもこういうことっていうのを考えなきゃいけなくなるということですね。チャンネル登録よろしくお願いします。